2019年週刊誌が田子の浦親方の妻でもある女将と部屋の弟子が不倫関係にあるという報道を出します。親方の女将は美人女将としても有名でしたが、報道があった翌年の2020年に離婚していたことが明らかになりました。なぜ弟子と女将の不倫が起きてしまったのでしょうか。今回は不倫報道の真相と田子の浦親方の生涯について紹介していきたいと思います。田子の浦親方は鷹の鶴として鳴門部屋に入門。1992年3月に初土俵を踏みます。若の里や鷹の若とは同期生で同部屋でもあり、全員関取まで上がりました。鷹の鶴は同期の2人に出世スピードは劣りましたが、少しずつ番付を上げていきます。ですが3段目だった1995年に足の持病が悪化し、7月場所と翌9月場所を全休、足の手術を行うことになりました。休場明けの翌年1月場所では序二段に番付を下げましたが、7戦全勝優勝。その後も勝ち越しを続け、番付も幕下昇進が見える位置まで上げました。ですが今度は両足に激痛が走るようになり、再度手術を行うことになります。2度目の手術は両足の親指を切断する大手術で、入院生活も11ヶ月と長期間になりました。両足の親指を切断したため、両足の旅が欠かせなくなります。その影響もあり、5場所連続の休場、番付も幕下目前から番付外まで落ちてしまいました。再び前相撲から相撲を取ることになりましたが、7場所連続で勝ち越しを決め、1998年7月場所で初めて幕下へ昇進。手術の影響もあり、入門から6年という苦労しての幕下昇進でした。その後は幕下で少しずつ番付を上げていき、2001年3月場所で十両に昇進します。幕下までは苦労した鷹の鶴ですが、十両は約2年で通過し、幕内に昇進。ただ幕内では思うように星が伸びず、勝ち越せたのは2回だけで、幕内在位もわずか5場所だけでした。最高位も西前頭8枚目と同期の若の里や鷹の若のように三役昇進はかなわず、2006年5月場所で現役引退を表明し、鳴門部屋の部屋付き親方になります。現役引退後は鳴門部屋で稀勢の里などの指導に当たります。ですが2011年11月7日に師匠の元横綱鷹の里が急逝。相撲協会の緊急理事会で部屋の継承が承認され、部屋を継承しました。ただ鷹の鶴本人は部屋の継承には前向きではなかったようです。というのも師匠の鷹の里も生前から部屋を継ぐのは若の里と言っていたこともあり、若の里が引退して部屋を継ぐという噂がありました。ですが若の里は現役続行を選びます。そこで話が回ってきたのが現在の田子の浦親方だったのです。その後部屋を継承しますが、名跡の所有権は先代の奥さんが持っており、相撲協会から証明書の提出を求められます。ですが奥さんはこれを拒否。理由は実績がない鷹の鶴ではダメというものでした。現役時代の最高位が前頭8枚目の田子の浦親方では、鳴門の名がなくと譲りたくなかったのでしょう。名跡がなくなれば親方ではなくなり、部屋も消滅してしまいます。そんなこともあり、鷹の鶴は空いていた田子の浦の名跡を取得し、弟子を引き連れて独立。こうして稀勢の里も田子の浦部屋の所属になり、部屋も移転。稀勢の里にとっては元兄弟子が師匠になるという形でした。現役引退後思いがけない形で部屋の師匠となり、本人の気持ちとしては複雑な部分もあったのではないでしょうか。そんな田子の浦親方ですが、2013年に福岡出身で6歳年下の女性と結婚。2人は2010年頃の九州巡業で知人の紹介で知り合い、3年ほど交際した後に結婚。田子の浦親方は幼い頃から足に持病があり、現役時代も2度の手術で苦しみました。お相手の女性は臨床検査技師の資格を持ち、病院に勤務していたといいます。そんなこともあり、健康上の相談などもしていたのかもしれません。その後31歳で田子の浦部屋の女将になり、女将さんは着物も似合う博多美人として各界でもその美貌は有名でした。稀勢の里が横綱昇進した際の伝達式でも女将として立ち会います。その際も、美人な女性は誰だろう、
美人だし着物も似合うと話題になりました。当時田子の浦親方はおかみさんのことを初めて会った時から気遣いができる方だと思ったと人柄の良さを語っています。さらに1年半前から結婚を考えていたなど、出会ってから早い段階で結婚を考えていたことも明らかにしました。結婚後も2人の関係はとても良く、部屋での女将としての立ち回りなどは関係者からの評判も良いものだったといいます。講演会関係者からも部屋や親方のために精力的に弟子のサポートをしていると言われていたそうです。その後2016年には男の子が生まれるなど、女将としての部屋の運営や家族関係も良好だったと言われています。そんな中で2020年4月に週刊誌が田子の浦親方と女将さんが離婚したという報道を出したのです。その内容は女将さんが弟子に寝取られたという衝撃的なものでした。報道によると、部屋の若手力士と女将が不倫をして、不倫相手とされた弟子は2019年9月に突然の引退をしていたというものです。不倫がバレたのは、親方が巡業で部屋を開けている時に2人が不貞行為をしているのを弟子が見かけ、兄弟子に報告。そこから親方に伝わったとされています。不倫の相手とされた弟子は2017年に入門し、将来を期待されていた力士だったそうです。ですが2年後の2019年に突然の引退。将来を期待されていただけに、この引退は極めて不自然だったといいます。田子の浦部屋の関係者によると、弟子は入門してすぐに女将と親密な関係になっていたそうです。2017年に田子の浦部屋に入門し、2019年に引退した力士は2人いますが、どちらも引退理由は明らかになっていません。2人のうちどちらかの可能性が高いですが、真相はわからないままです。2019年の9月には部屋の横綱稀勢の里が断髪式を行いましたが、そこに女将の姿は見当たりませんでした。もともと各界切手の美人女将として知られ、関係者からも有名な存在だったので、断髪式の場に不在だったことは不自然だったのです。その時はすでに不倫が発覚し、追い出されていたのでしょう。その後、田子の浦部屋の関係者から事情を聴取。そこから詳細が明らかになることになりました。離婚が成立した際に田子の浦親方は、記者からのインタビューを受け、お互いにこれ以上一緒にいるのは無理、という話になった、と答えています。弟子と女将の関係についても聞かれ、いろんな噂があるが、自分では不貞行為を見ていない、と答えました。さらに弟子の引退については、不倫とかではなく、本人の体調や部屋の規律を守れなくて、部屋に合わなかったので引退した、と語ります。弟子に寝取られた疑惑があることは認めますが、それが離婚の原因ではないと話しました。相撲界では過去に、現理事長でもある八角親方も、おかみさんと離婚をしています。離婚理由は、弟子との駆け落ちと言われており、相撲界ではないことでもないのかもしれません。相撲部屋はおかみさん以外男だけの世界です。美人なおかみさんが親身に接してくれるうちに、おかみさんを一人の女性として見てしまうこともあるのでしょう。その後、八角親方は再婚していますが、田子の浦親方はまだ離婚して間もないこともあり、再婚の情報もありません。相撲ファンの中には、引退した力士が現役時代におかみさんと関係を持ったことを書いたブログを読んだことのある人もいるそうです。今回は相手が美人女将ということで注目される形になりましたが、発覚していない関係も多いのでしょう。田子の浦親方は元横綱貴の里から継承する形で部屋の親方になりました。ですが実績など力士としての評価を比べると貴の里にはとても及びません。もともと貴の里の旧姓により親方になりましたが、本人は親方業に対して前向きではありませんでした。先代の親方でもある貴の里はとても稽古熱心で、稀勢の里や若の里を育て上げたのも先代親方です。さらに学生出身者を採用せず、中卒力士を多く入門させ、親方としての手腕はとても評価されていました。そんな貴の里から部屋を引き継いだ田子の浦親方ですが、親方としての評判はあまり良いものではありませんでした。稽古中弟子たちに、俺は AV 女優と友達だなど自慢話を始めたり、風俗雑誌を見ていたりしたこともあったといいます。というのも先代の親方は話好きで、時代劇を引き合いに出して説教をしたことがあったそうです。そんな先代の話好きを真似して、
コミュニケーションを取ろうとしたようですが、弟子たちは呆れていたといいます。さらに先代の親方は自ら調理場に立ち、力士の健康を考えたちゃんこも作っていたそうです。ですが田子の浦親方は経費の削減を考えてばかり、部屋付きで指導していた元若の里とも頻繁に対立していたといいます。そんなこともあってか稀勢の里とはほとんど会話することもない状態が続いていたそうです。稀勢の里にとってはもともと兄弟子ではありますが、現役時代の最高位も違いますし、稀勢の里も複雑な気持ちだったのでしょう。各界関係者からは田子の浦親方よりも稀勢の里の方が弟子から信頼されていると言われていたそうです。稀勢の里が積極的にスポーツ番組に出演するなど存在が大きかったこともあり、実質稀勢の里の部屋という力士もいたといいます。さらに親方より稀勢の里の方が信頼されているという声もあったとされており、部屋での立場も親方としては弱かったのでしょう。こうした事情は本人も理解していたようで、普段から弟子への指導も消極的で自信なさげだったと言われていました。こういった親方の指導力不足や弱気な姿勢もあり、弟子の不倫にもつながってしまったのかもしれません。週刊誌に妻と弟子の不倫関係を報道されてしまってからの田子の浦親方は相当ショックを受けていたといいます。そしてこの報道は私生活にも影響を与えることになってしまいました。もともと酒好きとして知られていた田子の浦親方ですが、不倫が発覚してからは酒の量が劇的に増えたといいます。2020年7月には外出して飲食をしたとして相撲協会からは厳重注意、さらに芋ロックをすべて一気で50杯は飲んでいたといった書き込みとともに泥酔画像がネットにアップされてしまいました。当時の相撲協会は不要不急の外出を自粛していた中です。田子の浦親方は夜の店ではないとしましたが、関係者によるとかなりの深酒だったといいます。協会からも泥酔状態を写真に撮られネットに載せられてしまうのは不適切と苦言を呈されました。田子の浦親方は出かけた時期について場所中かどうか覚えていないと曖昧な回答だったといいます。この曖昧な回答に対して関係者は、協会が感染予防でピリピリしている時に外出し泥酔したので明確な回答ができないんじゃないかと語りました。親方は不倫された悲しさやストレスを酒で紛らわすしかなかったのかもしれません。ですが弟子を指導する立場の師匠の行動としては浅はかと言われても仕方ないでしょう。さらに7月場所では阿炎が場所前と場所中キャバクラに通っていたことが発覚して休場しています。同じ時期の発覚だったこともあり、阿炎と田子の浦親方を比べるファンも多く、阿炎に比べて処分が軽いという意見も見られました。確かに阿炎は休場で番付を落とすことになるので厳重注意だけの親方とは大きな違いがあります。こういった処分の違いからも協会は力士に厳しく親方に甘いなどの意見も出ることになってしまいました。その後も田子の浦親方の不祥事の報道は続き、2021年4月には女性と食事をした後深夜に部屋に招き入れるところを報じられています。この件に関して取材では普通の友達、部屋で少し話をしてすぐ帰ったと答えていました。ですが移動中のタクシー内ではボディタッチも多く、関係性は親密だったようです。この件に関してもお互い寄っていたのでと回答。すでに離婚は成立しているので特に問題があるわけではありませんが、親方としてのイメージは良くないでしょう。こうした私生活の乱れについては、女将と弟子の不倫で傷ついているから仕方ないという意見や、親方として恥ずべき行為などといった意見も出ています。現在は部屋付きだった稀勢の里も独立し、関取は高安だけです。親方になってからは何かと苦難の道が続き、そんな中で女将と弟子が不倫、今後は部屋の環境も大きく変えていく必要があるかもしれません。というわけで今回は妻を弟子に寝取られた田子の浦親方の生涯を紹介していきました。今後も大相撲のエピソードなどを投稿していくので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。